小学校とは中学の話マジで記憶ないわ。俺ホワイトデーに自分で手作り返したっていう記憶あるんですけどね。俺もあるよ。でもそれ俺もあるよ。あるんかい。ホワイトデーでしかも俺なんかぬいぐるみにこういうので開け閉めできるとかやつあって、そのぬいぐるみにチョコレート入れて他にも欲しいって言われても入れて詰め込んで、めっちゃ女子やろ。買ってる。え、だって、ね、その当時からヒゲ生えてるんでしょ。いや、俺大学クラス生えてる。ああ、そうなの。そんなに生えてない。小学校でヒゲ生えてる。ホワイトでお返しされてもって思ったけど。やめてください。生えてないの。いや、生えてないです。僕でも、あとは坊主とかしてる時に、坊主落ちなんで、お猿のこういうなんか、お猿の形したチョコレートもらった時は、ちょっとセンスあるなと思ったけど。全然思うなよ。いやまあまあ、そこに面白さを感じるか感じないかは皆さんだし、はい、普段から別に俺は猫のこと面白いと思ってないから全然あれなんだけど、いやお前らもっと出せよ。お前なんで俺がこういう感じなんていうか、お前ら喋らんからで、そうだと。なんでこの席順にしたかっていうのを考えてよ。なるほど、なるほどじゃねえバカ。低学年の時、小学校の自分から求めに来ていました。チョコくれと。お前意外と積極的やな。俺意外とそのお前の一面すげえな。チョコくれと。相当欲しかったんだろうね。そう多分相当チョコが大好きやった。ああ。あるかな。俺ほんまにめっちゃ考えてるけどなんか。でもやっぱりでもさ、このバレンタインホワイトデーっていうのはさ、こうまたクリスマスと違ってさ、そのプレゼントにさ、やっぱちょっと思い乗ってるやん。好きだよっていう、うん、はい、それに対してのありがとうっていう気持ちが多分他のイベントごとよりも多分俺はこう思いが乗ってるイベントだと思うんだね。クリスマス誕生日っていうのはどっちかというとおめでとうっていう思いが強い日だけど、だけどこうバレンタインっていうのはやっぱこうその上にハートが乗ってる愛がね、愛が、そうそうそう、まあ、愛感じる愛だ。開いただけに、開いただけに、なんか出してこう。いや俺とレゴは普段喋ってるから、いやもう大体もう皆さんもまた喋ってるよと思ってるから、お前らの声を聞きたいな。エピソードですか？出来事でいいですか？出来事。出来事をエピソードって言うんじゃないですか？小学校、うん、小学校とか家に訪ねてくる形式じゃないですか結構。すごいな。本当。的な問題な。すごいな。家に私に来るの。はい。夜とかあっちのお母さんとかと一緒にピンポンって来るんですよ。あれそういう時代じゃないですか。え、でも自分も一回あったっすよ。だよな。すごい。携帯でメール取り合って今から行くわみたいな感じだったっす。すごいね。え、そういう時代じゃないですか。いや、俺はあんまりなかったな。ピンポンって来てもらって、でホワイトデーにまたピンポンって。いや、本気だったんじゃない？やっぱりその子は。ああ。なんて言ったの、その子に対して。ありがとう。そのありがとうを俺じゃなくて、カメラを見て言え。今のありがとうこう。どういうことですか？今のありがとうを、あのカメラに向かって、お前の愛を乗せて言ってくれ。はい、愛よこめ。ありがとう。何笑ってんだよ。お前やばいね。お前このまま言ったら全部カットある。ガチで。照れんなよ。やめましょう。はい。やめましょうじゃない。でもやっぱそういうね、いろんな思いをしていかないとやっぱ独身の時は、うん。これも何のバレンタイン。二日連続。ほら全然関係ない話よ。何気になる。何エピソード何だからバレンタインの日やったんかなっていう記憶が曖昧なんですけど、うん、いや呼び出されて夜高校の時、うん、で呼び出されてでその時にまあ告白されたんですけど、多分ここまで使われる告白されたなんかもう私は振られるのを分かってるっていう前提で来て、それはやっぱさ、
あれなんじゃないの、お前がそう行けすぎてたから相手は下から下から来たんじゃないの。いや、そういう意味じゃなくて、なんかもう前次の日にまた違う子には告られるからねみたいな、私は振られるって最後忘れたいからみたいな、もう私も最後にもう一回もうちゃんと振ってほしいっていうか、もう諦めるためだけに告白しに来た子がおって、その子が名前で、でまあそこ P 入れてもらおうぜ、そこ P 入れてそこは P 入れよ、でこうやったんですけど、でその次の日に、まあ、告白されたんですけど、その子やったんですよ、まあ、2日連チャンに告白されたんですけど、その一発目告白された女の子には、僕その時僕ら相乗り流行ったでしょ、僕ら小高校の時、うん、流行ってたな、アイドル風に振ってくるみたいなこと言う、まっすぐ一中の言ってきてどういうことやと思ったけど、まあでもアイドルってどっちかって言ったらさ、なんかこうまあチョコレートしかも多分プレゼントもらえながらプランもあったけど振ってくれみたいな感じやって、アイドル風に振るって言ったらさ、なんかやっぱちょっと期待感を持たせるアイドル、はい、いやお前撮ったら楽しいしあれやけどみたいなごめんみたいな感じでだっていう、で次の日に人に告白されて、その子と付き合ったっていう話があったんですけど、それがバレンタインやったかどうかっていうところが怪しいなっていう、めっちゃ楽しい人生を送ってるやん驚愕やったね。いや、それが最後に来てよかったわそれが